どうも皆さん、夜です。このチャンネルでは生き物の話題について語っています。今回は地雷や不発弾を発見し人間たちを助けているサバンナアフリカオニネズミについて取り上げていこうと思います。サバンナアフリカオニネズミはアフリカに生息する。体長25から45センチで、体重は1から 1.5 キロある大型のネズミです。タンザニアに拠点を置く APOPO といった団体はアフリカオニネズミの優れた嗅覚に着目し訓練させました。その結果、匂いで地雷を探知することができるアフリカオニネズミがたくさん排出されました。アフリカオニネズミを1匹訓練するだけで9ヶ月かかり、費用は日本円にして約60万円も必要らしいです。しかも地雷除去の方法は金属探知機を装着した人間、訓練を受けた探知犬、地雷を除去する車両などがあるにもかかわらず、アフリカオニネズミはかなり活躍しています。これは地雷を見つけるスピードが速いことと、草むらなどの小動物が入り込みやすい場所で活躍できること、またネズミの体重はとても軽く地雷が爆発するリスクがないためです。また地雷除去以外にもサバンナアフリカオニネズミは人間の結核といった病気を唾液で判別できます。これらのことからサバンナアフリカオニネズミはヒーローラッツといった別名も持ちます。またカンボジアで地雷の除去で活躍したマガワという名のアフリカオニネズミは5年間にわたる活動で、地雷を71個、不発弾を38個を見つけ、英雄ネズミとして表彰を受けたそうです。しかしそんなマガワも老化の影響で体力も減り、2021年の6月に引退するそうです。現場の方々はマガワの仕事ぶりに感謝しつつ、マガワの空いた穴を埋めるのは大変だと語っています。5年間地雷を除去し続けた英雄ってなんだかかっこいいですね。ニートの僕もそんな英雄を目指してみたいものです。いかがだったでしょう。地雷を除去するアフリカオニネズミたち、人間の撒いた種をネズミが解決するなんておかしな話ですね。次回はハンマーヘッドシャークに関する事件を語りますので、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。